ドキドキンチャンネル。どうもです、ドキドキンチャンネル、ドキンです。今回はリクエスト攻略動画ということでですね、まあ皆さん今鬼人石集めされてる方多いんじゃないかなと思います。その中で今回ピックアップしたのがですね、明智光秀ですね。まあ追加の真の方になります。まあ通常の方であればですね、もうまあ攻略というか、まあゴリ押しでまあ全然勝てるとは思うんですけど、この真の方のですね、明智光秀がですね、まあキャラクター含めて英傑家臣で6人構成と、まあ NPC の織田信長が勝手に入っちゃいますので、まあ邪魔って言ったらおかしいですけど、まあ6人構成で挑まないといけないと。そしてですね、開幕ですね、6番の斎藤利光がですね、不動貫通の全体魅了をしてくるんですよね。だからもうちょっとめんどくさいからもうやってないという方も多いんじゃないかなと思うんですけど、この明智光秀の真の方はですね、鬼人石で、まあ、銀の知力を落とすということでですね、もう今鬼人石で生命と知力の鬼人石はですね、喉から手が出るほど欲しいのでですね、毎週まあ必ずやっておきたいボスにちょっと入ってきましたので、まあドキンが考えるまあ簡単なですね攻略法を動画として紹介したいなと思います。まあこの真のですね、明智光秀の攻略はですね、まあいろいろ方法あるんですよね。まあ全体沈黙でもうゴリ押ししたりとかですね、あとは雅楽の大音響を使ってですね、まあ開幕、味方の英傑たちをまあするだけはつっといた方がいいんですけど、まあずっと待機しておいて、そして、相手が動いた時にですね、まあ全体魅了と、あと鶴で打ちしてくるのがいるんですよね。その間にまあ武田信玄の全体しびれを入れて、あとはゴリ押すとかですね、まあそうなるとですね、ちょっと英傑とか家臣の行動設定がちょっと難しいとかですね、もうめんどくさいとかいう形になってしまいますので、今回はですね、まあドキンが侍ですね、まあ軍学になりますので、まあ、ドキンがですね、もう軍学と今僧兵しか持ってないので、まあ、軍学での攻略という形になりますので、まあ、侍のキャラクターを持ってないという方はですね、全く参考にならないと思いますので、そこのところはご了承していただきたいなと思います。それでは早速やっていきたいと思うんですけど、まずはですね、まあ、家臣の行動設定ですね、まあ、ドキンは全体しびれで武田信玄を使いますので、まあ、小遊戯の甲斐虎の猛威ですね。まあ、こちらをですね、まあ、指示ありですかね。指示ありにしておいてください。そしてですね、2番目にですね、もう待機ですね。はい。開幕は動かないと。まあ、2分ぐらいにしておいて大丈夫と思います。もう開幕ちょっとずっと動かないと。まあ、開幕打ってしまうとですね、バラバラになっちゃいますので、そしてですね、まあ一番下に、もうあとはずっと連発で打てよみたいな感じで、まあ無条件に形で一番下に入れておきます。で、こうすると開幕2分はずっと立ってる状態ですね。ただ、指示をすると、まあ全体しびれを言ってくれるみたいな感じの設定になっております。なので、まあセットはもう3箇所だけですね。次にですね、能楽を使います。でまあ、行動設定的にはですね、まあ、上はまあいらないんですけど、まあ、開幕ですね、まあ、弁祭にですね、これだけまあしといた方がいいですね。まあ、気合ガス欠になることがあると思いますので、まあ、セットで、まあ、知性で、まあ、同じ扇風機のマークで、まあ、味方に丸々がない状態で弁祭2を入れておくとですね、まあ、開幕、これで弁祭2をやってくれます。あとはですね、まあ、家臣で、まあ、歌舞伎ごめん、まあ、全体術覚えてますけど、まあ、全体術なければもうあとは待機でもいいですね。そしてですね、こちらですね、特化でですね、休止を入れておいてください。獅子ではなくて休止ですね。まあ、こちらを入れておくとですね、この知性がある状態であればですね、死なないという形になりますので、もういくらでもダメ食らってもいい状態になりますので、まあ、歌舞伎の、まあ、脳の行動設定は開幕弁祭2をやってですね、あとは休止を入れておくと、そこが、ポイントになります。まあこのくらいですかね。まあ上の待機はまあ過信指示したらまあ待機しておいてもいいですし、まあ全体術とか覚えてなければもう突っ立ってるだけでいいですね。
そしてまあドキンのですね、まあ英傑、まあキャラクター含めて6体しか出せませんので、うん、まあ武田信玄と、まあ、勝頼と、まあ、伊達政宗入れてますけど、ここまあ別に伊達政宗じゃなくてもですね、もっとダメが出る、まあ、お市入れたり、まあ、なんかダメが出る全体術入れておいた方がいいですね。あとは盾で、まあ、和装よりマリ入れておいた方がいいと思います。そして軍学の実装なんですけど、もうこれだけ入れておいたらいいですね。こちらです。金華玉城ですね。上級の11の方にあります金華玉城、これをですね、開幕ですね、武田信玄にしてください。もう全体魅了でですね、武田信玄まで魅了を食らうとですね、全体しびれがいけなくなりますので、まあこれだけを開幕ちょっとしないといけないんですけど、これを入れておいてください。ということで、まあ準備はこれくらいですね。まあ早速やっていきたいと思います。ちょっとうまくできるかわからないですけど、ここからは喋りながらやっていきたいと思います。さあ開幕ですね、ドキンが軍学で金閣玉城武田信玄にします。こちらですね。そしてまあ道場娘マリは開幕ウェイト1なので、うん、まあ殴っておいていいですね。で釣っておいてもいいかもしれないですね。そして能楽のコキンちゃんですね、こちら開幕弁才2ということでしておきます。そして武田勝頼までバー入りますね。まあウェイト早いので体勢つけれますので、まあ、こういう技能使っておいていいと思います。そして勝手に入る織田信長くん、何か行動しますね。でこの間はまだ武田信玄動いてません、まあ、2分間待機にしておりますので。そして位置がですね、まあ、赤三角と青三角の逆三角レベル2つけてきますので、まあ伊達政宗はこれで一の太刀消されるのがちょっと痛いんですけどね。そして来ました、6の斎藤利光がこれ不動貫通の全体魅了ですね。で魅了を食らうとですね、勝手に三連撃とか攻撃とかするんですけど、武田信玄は食らってないのでですね、この勝手に動いた味方の裏に武田信玄、カイトラの猛威をですね、過信指示で指示します。なのでですね、まあ武田信玄のカイトラの猛威、まあ、全体しびれをですね、まあ、三連撃とか攻撃の手前に入れてしまうと、その分バーもったいないんでですね、まあ、休止があるから、まあ、まだ死なないのでですね、これちょうどいいとこにちょっと敵のバー1個入れちゃいましたね。まあ、今織田信長が三連撃したり、これ魅了の分ですね、コキンちゃんが殴ったり、ドキンが三連射したりとかしてるんですけど、この裏にですね、まあ一番いいのは武田信玄のですね、カイトラの猛威、まあこういう技能ですね、入れるのは一番いいんですけど、ちょっと一個入っちゃいましたね。まあ、ちょっとこれミスってるんですけど、まあこれぐらいのミスなら大丈夫ですね。はい、これでみんなおのおの方の魅了の分の攻撃が終わったということでですね、ちょうどこの辺で急進も切れちゃったんで、これちょっと漏れたら危なかったですね。そしてここでですね、カイトラの猛威ということで、まあ、全体しびれをして、いったしびれんかな、ちょっとしびれなかったんですけど、ここからですね、もういつものゴリ押しくんですね。まあ、ちょっと一体しびれてないのが、まあ、たまにやっぱ不動をついてますんで、しびれないことありますね。まあ、あとここからですね、軍学なんで、もう黄色三角をつけてですね、ダメージを上げていくと。まあ、この辺のまあ和装娘マリ、まあ、位置だけ攻めちょっと多いんでですね、まあ、動かしてもいいと思いますけど。で、まあ、伊達政宗もですね、逆赤三角つけられるのであんまりダメ出ないので、まあ、伊達政宗違うキャラでもいいかもしれないですね。2発目の、まあ武田信玄のこれでしびれるかな、こうしびれないな。これまあ一応和装よりマリがいますので、まあ、誰も死んでないですね、武士なので。ちょっと危ないっちゃ危ないけど、まあ、こういった形であとはですね、いつものようにゴリ押しでやっていくという感じでございます。どうですかね、まあ、いろんな方法はあるとは思うんですけど、これ一応まあ生配信でもやったんですけど、ちょっとあんまり綺麗にできてなかったので、今回ちょっと綺麗にやろうかなと思ったんですけど、あんまり綺麗じゃなかったな。ただまあこれでも大体の敵がもう壊滅できると思いますので、今の火力があればですね、本当はまあ玉一とかも使いたいんですけどね、先に黄色三角つける方が大事と思いますので、
織田信長意外と生命多いな、今死ななかったけど。という感じでございます。まあここ今位置が残ってるので、まあここで全体魅力食らうとですね結構危ないんですけど、まあこれ結構ラッキーっちゃラッキーですけどね。まあここ今さっき伊達政宗のところをもうちょっと火力ある英傑にすれば落ちてたんじゃないかなと思いますけど、まあこういった形で明智光秀の真の方ですね、まあどうですかね、こんな火力持ってないよという方にはちょっと無理かもしれないですけど、まあ今武田信玄とか勝頼とかですね、まあ、かなりの方は持っておられる方多いと思いますし、まあ、あの家臣統連でですね武田信玄とか勝頼のですね家臣を作れば、まあ、コスト的にはそんなにきつくもなくなると思いますし、まあどうすかね、まあ、ただこのアイテムですね、この十兵衛撃破の証ですね、こちらからですね才の荒石ちょっと見てみますかね、まあ、何が取れるかってこちらですね、はい、まあ、命、まあ、生命の銀と、知力の銀がついた擬人石が取れますので、まあ、この明智光秀真はですね面倒くさいからやってないという方もですね、まあ、意外とそんなに難しくなく、攻略できると思いますので、まあ、この方法が俺にも私にもできそうだなという方は参考にしていただいてですね、ぜひやってみてください。あとはですねちょっと言い忘れてましたけど、キャラクターの軍学はですね守護を外しといてください。もう最後守護して死んじゃうことありますので、守護を外して、まあ、存命術極意に変えとくとかですねしておいてください。うん、まあ、ただ今回の動画はですね軍学限定の攻略動画という形になってますので、また結構な、まあ、そこそこの火力がないとですね倒しきれない形になってますので、うん、まあ、軍学ではないとかですねそんなに火力が出る英傑を持っておられないという方はですね、雅楽の音響の、まあ、攻略の方もありますので、まあ、需要があればですねそちらの方の動画もアップしたいなと思います。ということで今回のですね攻略動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。バイバイキーン。